はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は1月31日火曜日ですね。火曜日でございます。今日もですね、実はあれなんですよ。ご飯ね。一駅ね、私のところから行ったところにある焼肉屋さんにね、もうなんか今日も朝起きた時からですね、焼肉食べたいってなってですね、もう、ずいぶんね、このとこ食べてなかったもんで、とにかく食べたいなーって思うね。昼間やってる焼肉屋さんがね、この辺ないんですよ。夜ばっかりでね。まあ夜の方がね、お酒も出るし、儲かるからね、そっちでやるんですよね。まあそういうことで、一駅行ったところね、日本で、東京で一番住みたい街ね。そこ焼肉屋さんあるんで、まあそこへね、行って、焼肉ね、ありつきました。これ今日私のファッションですね。派手ですよね。赤とかね。なんかね。まあそういうことなんですけど、焼肉の色してますよね。これでこれがですね、焼肉の前景でございますね。これはね、ちょっとご飯多すぎましたね。この辺はまず大して美味しくなかったですね、この辺はね。まあ、焼肉は美味しかったですよ。これはね、和牛でしたからね。で、もうおかわり頼んでね、もう一皿食べたんですけどね。高かったです。はい。これね、美味しそうでしょ？美味しかったですよ。はい。それからこれね、今日はもう青空綺麗でね、ついついね、映してしまいましたね。なんか、いいっすよね。綺麗な冬の青空でした。はい。ということで満足してですね、お家に帰ってきてですね、これでこれ、ラブちゃんね、撮影したんですよね。こういえば、なんかね、私の椅子の横にね、こうやってね、ちょこんと座ってね、どうなんだみたいなね。なんか見てますよね。私が映してますからね、気になるんですよね。どうしようかな、降りようかなみたいな。どっち行こうかにゃ。降りるかにゃ。やっぱやめるかにゃ。どうしよう。ということで降りましたね。はい。今日のサービスラブちゃんでございます。でですね、今日の日経平均株価なんですけど、まあ、ちょっと下げましたね。マイナス100円ね。27,327円ね。そういえばアクシジアがね、なんかえらい下げてましたよね。なんかプライムにね、上場するんで。流通株式がちょっとね、不安なんでしょうね。だからまあ、結構ね、株式が希薄化するっていうことで、これでまあテクニカルな理由ですよね。まあ、それはまあ、それでしょうがないですよね。まあでもプライムに行くとですね、プライムで、プライムしか入れないっていうファンドがいっぱいありますんでね。もちろんそこに、買われてきますんで、プライムに上がると同時にですね、結構株価上げることが多いんですよ。そういうふうにまあ思いますね。だからまあ戻してくるんじゃないかなと思うんですね。で、トピックスも、まあ、あんな変わってないですね。はい。それからマザーズもですね、ちょっとプラスですね。プラスで終わってます。それから為替ですけど、ちょっと円安方向にね、ちょっと触れてましたけど、ちょっとまた、円高方向にね。まあ、この辺の攻防ですね。それから先物は、まあ、ちょっと下げてますね。そうですね。で、10年債の利回りね。0.488 ね。0.5 にまだ近づいてますね。国債買うでしょうね。0.5 まで張り付いてきたらね。まあ、日銀がね、抑え込もうとしますよね。無制限の買い入れですからね、今のところ。日経平均ですけど、17.14 ってことで、まあ、これは動いてないですけど、まあ、低いですね。恐怖はほとんどないですね。それにしちゃ株が上がらないですね。昨日ニューヨーク結構下げたんですけどね。はい、これが、ニューヨークはどれだ？ニューヨーク、はい。はい、これがニューヨークですけど、マイナス260ドル下げてますよね。3万4000ドルね、キープできないですよね。ナスダックも下げたんですけど、それでも1万1000ドルキープしてますね。あ、1000ポイントね、キープ。それから S&P500 も4000ポイントキープですね。マイナス52ポイント下げてますね。で、今ちょっと先物はですね、ちょいっと上げ気味ですね。上げ方向ですね。S&P500 もプラスですね。まあ、ちょっとマーケット始まってみないとわかんないですけどね。それからユーロドルが 1.08 ですね。変わらないですね。ドルインデックス102。ですね。まあ、変わらないですよね。そんなにはね。で、原油が下がってますね。77ドルね。結構下がってますよね。なんか、あれですね。天然ガスとかも下がってるんですけど、石炭があんまり下がらないんですよね。だからまあ、電力ね、ちょっとね。もっとこう、石炭もね、下がってきてくれるといいんですけどね。
まあでも、天然ガスが下がるのはいいことですよね。それから、ビックス強指数ですけど、20.21ですか。まあ結構今日上げてますね、これね。強指数ね。まあ、どうなりますかね。ボラティリティが上がるっていうか、ね、どっちに触れて上がっていくのか。よくわかんないですけどね。普通はまあこれ、下げる方向なんですけどね。よくわからないですね。というふうに思います。で、債券の利回り見てみますと、軒並み利回り下げてますから、債券は買われてますよね。まあ債券買われて、株売られるんですかね。そしたら、昨日はそういう展開になりましたよね。どうなるか、まあ始まってみればわかりますからね。と思います。でですね、今日はですね、ちょっとね、特に扱う銘柄が、これはっていうのがないんで、っていうのもあったし、それから日銀ね。ね。この間千本ノックやった時に、視聴者さんからね、日銀面白いでしょみたいな、あったんで、ちょっと今日は日銀の話をね、ちょっとしてみたいなと思うんですね。で、実はこれ上場してんですよね。で、東証と書いてて、市場区分がないんですよね。日銀だけやっと特別なんですよね。時価総額は255億です。ね。だけどこれは買えません。なぜかというと、これはですね、政府が55%。で、民間が45%って、もう決まってんですよ。それでですね、配当も望めません。出資証券の、一口が、100円だったですかね。それの5%を上回らないんですよ。株価に対してじゃないですよ。出資証券の額面に対してですよ。ですから、まあ、それの100値ですから、まあ、1万円ですよね。まあ、1万円で、1万円100、そうですね、1万円ですよね。これで、まあ、つくのが、まあ、そうですね、500円ぐらいなんで。まあ、あんまりね、高配当とか、そんなんじゃ全然ないですからね。まあ、そもそもですね、できないんですよ。まあ、チャートは一応こういうふうにね、あるんですね。すごい時はね、これね、いつですかね。2013年とか9万4千円ぐらい。あったんですよね。それが今直近で、こう2万4千円とか。まあ2万、そうですね。5千円とか。まあその辺までね、落ちてきてますよね。ほいで、なんかこうですね、日本銀行、なんか、これできてるのがもうこんななんですよ。こんな100、ゼロの日もあるしね、いっぱい。まあ100株とか200株とか、そんなんなんですよね。100株単位なんで。これ買う人どういう人なんだみたいなね、そういうふうに思うんですけど。まあ、思うにですね、まあこれ、キャピタルゲインって言っても、もう流動性ほとんどないしですね、持ってる人はね、何のために持ってんのかな っていう、まあ感じもね、するんですけどね。なんかね、あれですね、日銀の出資証券ってこんななんですよ。これ。で、これをね、やっぱこう、なんていうんですか？額に飾ってね。珍しいでしょ？実はですね、電子化されてないんですよ。依然としてですね、紙なんですよね。日銀ね。かたくなに紙なんですよ。出資証券。そうなんですよね。おいで、本証券は、右、記名者が、出資、一口の出資者たることを、称するため、交付するものなりって書いてありますよね。で、これまあ、100円なんですけど、これね、100口からなんですよ。だからこれ100枚もらえる。買うとね、100株買うと100枚もらえるんですよね。だからこれね、なんか、この株券手元に、あ、株券っていうか出資証券なんですよね。で、この出資証券っていうのはですね、どこやったかな？これね、出資証券とは何ですかって、これ日銀のホームページなんですけど、これ日銀法第9条に基づいて、株券じゃないんですよ。出資証券を発行してるんですよね。でも一応有価証券ではあるんですよ。で、資本金は、1億円ですね。で、55%が政府、45%が民間って、こういうことになってますよね。なんですけど、まあなんか、記名式らしいですよね。なんかね。まあとにかくですね、株主総会みたいなのないんですよ。議決権の行使もできないんですよ。で、配当率は額面に対してしか行われないですよね。だからもう、キャピタルゲインしかないんですけど、これが紙なもんですから、証券会社が困ってんですよね。でも今やもう、
2009年に、上場会社の、株式って全て電子化されましたよね。だけど日銀だけは固くないんですね、紙だと。そうするとですね、証券会社はですね、もう別個の事務をね、これが1株、100株こう、あえてできるでしょ？そうするともうなんか別の作業をやらなきゃいけないと、アナログな作業をね。そういうことなんですよね。でもね、これやっぱ記念に欲しいな、みたいな。あるかもしれないんですよね。だから、面白いんですけど、ですね、これね、これ見たらですね、これ政府55%はいいんですけど、民間のところね、僕は金融機関ね、大手のメガバンクとかみんな持ってるのがあると違うんですよ。個人が40%持ってるんですよ。金融機関はわずか2%なんですよね。どういう個人ですかね と思うんですけどね。だけど、やっぱこうね、持っときたいな、みたいな、日銀の 株券ね。だけど、これもうめちゃ上げた時もあるわけですよね。9万3千とかね。だからそういうことだってないことはないなと。ね。下がることもあるんですよね。一応上場してますからね。そんなことなんですけど。なんとなくこれ、なんですかね。この株券欲しいな。あ、出資証券ね。これ欲しいな、みたいな。美術品としてね。なんですよね。ちゃんと価値あるんですよね。そんなことでございます。ほいでですね、そういうことなんですけど、そもそもですね、ちょっと、そもそものところからね、日銀始めたいと思うんですけど、そもそもですね、この日銀っていうのはですね、あれなんですよ。これね。あ、違った。あ、これね。このですね、このおじいちゃんね、これ松方正義さんっていうんですけど、この人は薩摩の人なんですよ。鹿児島のね。これ、明治の時代ですよね。活躍したんですけど、天保6年生まれ、1835年生まれですよね。それでですね、とにかく内閣総理大臣を2度やったりとかね。あと、大蔵大臣、これはなんかすごいっすよ。第6代、あ、初代、3代、5代、8代、第6代と。とにかくね、財政バタですね。これは得意だったんですよね。これで日本銀行を設立したのはこの人なんですよ。松方正義さんなんですよね。で、日本銀行を設立した経緯というのがあってですね、それはですね、あれなんですよね。これ日本の歴史についてよくわかるサイトってやったんですけど、大隈重信が政界を辞めた後ですね、これ佐賀の大隈重信ですね。早稲田の創始者ですよ。で、薩摩の松方正義が大蔵卿に就任してデフレ政策を取ったと。これ松方デフレっていうらしいんですけど、これはですね、まずインフレ対策。この時すごいインフレだったんですよ。で、しかも西南戦争があったんですね、明治10年に。で、その時にばらまきすぎた価値のないお金を回収するために、政府の収入を増やすために増税を行うと。で、増税を行って回収するんですよね。が、地租改正とかもやってですね、これで、あれですよ。農民にね、土地の私有権を認めたんですよね。それでですね、軍事費はとにかく国強兵ですから、軍事費をね、ガンガン伸ばすんですけど、30%ぐらいあったらしいですよ。これで、予算のね。で、緊縮財政を徹底すると。で、回収したお金をですね、要はあれですね、なきものにするわけですよね。で、っていうのも、この当時ですね、お札を作ってたのはですね、国立銀行っていうのがあって、で、第一国立銀行とかいうのは、渋沢栄一が作ったやつありますよね。あれって政府がダメだったんで、で、あきんどですね、豪商。そういう人たちを集めてですね、それでその、国立銀行っていうのを作ったんですよ。それはね、あちこちにできたんですよね。基本的には今と同じ民間銀行なんですよ。ところがこの民間銀行がですね、今日は、お札を発行しとったんですよ。ね。ほいで、それがですね、ボンボンあったもんですから、ほいで、おまけにですね、西南戦争でですね、あれですよ、政府も、政府札みたいなのをね、ガンガン発行したもんですからね。もう、超インフレになるんですよ。超インフレ。それで、それをですね、なんとか正さないと、どうにもならないというようなこと、なんか153行ぐらい国立銀行があったらしいですね。だから、あれですね、なんか、77銀行とかいうのも、その時の名残なんでしょうけどね。そういう銀行ありますよね。なんか番号ついたやつ。名残だと思うんですけど、もうみんな発行してたんですよ。本当に。それ
それでですね、この松方デフレっていうのはね、どういうことかっていうと、インフレだったから、このデフレ政策っていうか、まあ、劣ったんですよね。要するに市中に、まあ、話がいろんなお金がですね、出回ってると。もうボンバーの、そのおまけにですね、偽札まで出回ってたっていう状況だったらしいんですよ。なんで、まあ、ちょっとそれを正さなきゃいけないということですね。で、これですね、この人ですね、実は、あれですね、ちょうどその、あれですね、何ですか、西南戦争が終わったすぐ後にですね、ヨーロッパ行ってんですね。それで、フランスのですね、大蔵大臣のレオン・セイという人ね、この人にいろいろと教えを請うてるんですよ。これで、この人が言ったのがですね、まず日本が覇権を独占する中央銀行を持たなきゃいかんと。それから、その銀行は、まあ、要するに、まあ、銀本位制とか、金本位制とか、要は通貨ですね、がですね、まあ、銀とか金とか、貴金属ですね。そういうものに裏付けられたものでなきゃいかんと。で、当時ですね、なんか欧米でもですね、もともと銀本位制だったのを金本位制に、まあ、移行してたみたいなんですよ。これで、まあ、やがて日本も金本位制を採用して、で、中央銀行を作るべきだってことを言ったらしいんですよね。まあ、教えてもらったんですよね。それで、実はこの、教えてもらったこのレオン・セイという人はですね、おじいちゃんがですね、フランスの有名な経済学者で、こう、セイの法則っていうね、これで名高いらしいんですけど、これって、何か、どういう法則かというとですね、これなんですよ。貨幣数量説。Quantity Theory of Money っていうんですけど、まあ、これによれば、貨幣も野菜も同じものっていう考え方なんですよね。まあ、要するに、貨幣もものであって、要するに、まあ、物々交換と同じですよね、考え方がですね。だから、貨幣と野菜が同じっていうふうに捉えた場合、そのですね、まあ、この野菜の値段の水準ですね、これは貨幣の流通量に、まあ、比例するということに、まあ、なるわけなんですよね。要するに、貨幣の供給量、これがですね、2倍になると。そうするとですね、その要するに、その貨幣自体の価値は半分になるんで、それでですね、インフレ、つまり、例えば、まあ、10円で買えた野菜がですね、20円になると、こういう理屈なんですよね。で、これインフレでしょ？だから、要するにこの物価と貨幣の価値っていうのは正反対の動きをするんだよと。だから、貨幣供給量が増えると、まあ、増えた状態ですよね。今のその、あれですね、その明治のね、古い話ですけど、その時代のその、お金ね、あれこれ、もう国民銀行、国立銀行がね、あちこちの発行したり、政府が発行したりね、その元に増えてるわけですよ。そうすると、要するにインフレになっちゃいますよね、そりゃ。ね。だから、物の値段がすごい上がるわけですよね。だから、まあ、この貨幣供給量を増や、今度少なくすれば、要するに物の値段も落ち着いてくると。つまり、貨幣の価値がですね、まあ、上がってですね。で、要するに物価が落ち着くというようなことなんですね。だから、まあ今ね、例えば、ジャブジャブにしましたよね、コロナでね。で、アメリカの FRB なんかは、まあやっぱり、その副作用ということで、まあね、結構な、まあ、インフレが起きたんで、まあ要するにこの金融引き締めね。と同時に、まあ、マネーサプライを絞ってるわけですよ。簡単に言うと、市中に出回るお金を少なくしようというのが、まあ、要するに金利を上げることの意味でもあるわけですよね。で、そういうことで、要するに、まあ、流通量が少なくなっていけば、自然と物価は落ち着くというようなことなんですよね。だけど、ちょっとね、それの話なんですけど、実はこの貨幣数量説っていうのはですね、まあ、もっともらしいし、まあ、一般的には理にかなってるんですけれど、これがですね、外れることが起こったんですよ。で、それは何かというと、あれですね、アメリカで、起こった1929年のね、あれですね、株価の、大暴落ですよね。で、その時にですね、世界大恐慌が起きたんですよね。それで、物は売れないと。ね。で、まあ、要は、あれですよね、景気が急降下するということになったんですけど、この時の、をですね、まあ、ジョン・メイナード・ケインズね。かの有名な。まあ、いわゆる近代経済学。ケインズを読めばもう大丈夫っていうぐらい、ケインズっていうのはすごいみたいなんですよね。結構書いてるの難しいんですけどね。
なんかね、この人株式投資でも結構儲かったらしいんですよ。すごい、なかなかのもんなんですよね。で、このケインズがですね、なんでこんなことが、起こったかっていうのを、分析したんですよ。そうしたときにですね、ケインズが、カッパしたのはですね、要するに、貨幣っていうのは、野菜と同じようには語れんよと。野菜は腐るやろと。でも、貨幣、通貨ね、これは腐らんでしょと。これで、何にでも変えられるよねと。っていう、そういう話なんですよね。で、そういうのはですね、要するに、流動資産というふうに、捉えるわけですね。すぐに使える、資産。お金、そうですよね。だから、企業もですよ、こういう大恐慌起こったときに、企業もですね、それから個人もですよ、家計もね。要は、将来不安が出てきますよね、もう大恐慌で。もう、景気悪いわけですから。ね。チャップリンの世界ですよ。ね。なので、そうするとですね、こういう将来に不安が出てきますから、そうするとですね、お金を使わずに貯めるという行動になるんですよね。だから、供給量をですね、いくら増やしていっても、ね、それは、貯まるだけで。ね。要は、市中に出回らないんですよね。これがですね、要するに、この時起こったことなんですね。で、こういうのをですね、流動性先行というふうに言うらしいんですよね。要は、企業や人が将来に不安を抱くと、お金を使わなくなり、貨幣への需要、つまり、流動性先行が高まるということで、よくね、日経新聞とかで流動性先行とかいう言葉が出てくるのはこれなんですよ。流動性先行っていうのはもうすぐにでも、例えばね、お金を手放して、金に換えるとかね、金を買うとか。そういうことが、トルコなんか、給料もあったらすぐ金に換えるらしいですけどね。それも、そっちの流動性の方がね、危険だというね。お金も危険だみたいなね。そういうことじゃないかなと思うんですけどね。だけど、貨幣はですね、そういう意味で言うと、供給量をいくら増やしてもですね、溜め込まれるだけで、貨幣価値は下がらずに、物価も、上がらないと。要するにインフレにならない。これはデフレ対策ですよね。だから、要するに、こういうのをね、流動性の罠というらしいんですね。だから、要は、流動性を供給してる。つまり、マネーサプライね。お金を市場に供給してんだけど、うまいこといかないと。でも、日銀もちょっとこれにはまった感じもありますよね。流動性の罠にね。だから、その貨幣数量説っていうのは必ずしも当たらんよと。ね、野菜と、ね、諭吉は違うぞ、みたいな。諭吉で野菜は買えるけど、野菜で諭吉は買えないかもしれない、みたいなね。よくわかんないですけど、野菜はその時腐れてたらどうすんだ、みたいなね。そういうような、ことみたいですね。なんで、やっぱり、あれですね、今のですね、アメリカの経済なんかもそうです。日本がですね、やっぱこう長年ですね、失われた30年とか言って、ずっとデフレだったでしょ？あれっていうのも、やっぱあれですよね。バブルの時ね、バブルが弾けてですよ。あの時にも手ひどい目にあったわけですよね。企業も個人も。ですから、やっぱりね、やっぱ企業も内部留保を積み上げようとすると。だって銀行はどんどん貸し剥がしやってましたしね。だからやっぱり企業はたっぷり内部留保を持っとかないと怖いねという話ですよね。家計もそうですよね。だから、やっぱり、本当に なんだか知らないけど。ものすごいね、金額の家計金融資産っていうかね、そういうのがあるんですよね。なんか2000兆円とか言ってましたかね。あるわけですよね。だから、それっていうのはですね、それって将来不安ですね。で、これ将来不安がなくなるんですよ。つまり、例えば年金をもらってる人も、これから物価の上昇に応じて年金がどんどん上がっていくと。あるいは働いてる人は給料がどんどん上がっていくと。そういうような見通しがこう出てくるとですね、自然にね、やっぱり、なんか、ちょっとローンを組むかとかね、組んで何とかを買うかとかね。そういうふうにこう行くんですけど、あと株を買ってもいいしですね。そういうふうになるんですけど、やっぱならないんですよ。ね。だから、やっぱこういうね、マインドの問題ですよね。ケインズがカッパしたのはですよ。あれですね、やっぱこう、なんていうんですかね、マインドですね、経済。行動経済学みたいなことですよね。だからみんなが守りに入っちゃうと、要するにいくら、その財政当局が、お金をね、供給してもね、もうそれ溜め込まれるだけ。だから、ありましたよね。なんか給付金。給付金がほとんど貯金に回ってるとかね。それはやっぱりね、やっぱ守りの姿勢なんですね。だから、その企業も人も、ですよ。
やっぱ攻め、ね、未来が明るいね、と。ね、農村だけど明るいね、明るい農村みたいなね、になってないですよね。明るい農村って番組がなくなったのが良くなかったかもしれないですね、日本の場合。NHK の責任ですね。ということでね、もう当然ね、80年代ぐらいとか60、70年代ぐらいっていうのは、まあ先行きにね、お給料どんどん上がっていくよみたいなね、なんかそういうのがあったんですよ。だからやっぱ良かったんですよね、経済回っていって、お金が循環してね。で、良かったんですよね。なんで、要するにこの、まあ、適度なインフレが起きてですよ。それでまあ、経済成長していったんですよね。デフレはもう最悪ですよね。だけど、この松方デフレっていうのはどういうかっていうと、これ意図的なデフレだったんですよね。やっぱもう、その過剰な 過剰なね、お金が市場に出回りすぎてると、もう、今のね、あれですよ。過剰流動性なんかの比ではなかったはずですよ。こう明治の頃ってね。なんでまあね、そういうものをね、こうね、まあ退治したというか、うまいことまとめたんですよね。でもこの人がね、中央銀行としての、まあ、日銀を作ったんですよ。で、これが沿革なんですけど、日銀のね。これね、1850年ね。これ、ですね、日銀ができるのがですね、まあ、松方さん帰った後なんで、これ条例がまずできてね、日本銀行条例ね。その前に国立銀行ができてですよね。これ、でも国立じゃないんですよ。だけど、金打換紙幣だったんですよね。だから銀行に金がね、金庫の中にあったわけですよ。ね。で、これね、明治、1882年ですかね、明治15年に日本銀行条例が公布されて、で、その翌年の、翌年じゃないや、その年の10月に日本銀行がまあ開業してるんですね。はい。まあ、これ、当時は営業年限30年だったそうです。ね。まだ海のものとも山のものともわからないって感じですよね。だけど、そうこうしてるうちにですね、まあ、明治18年になってですね、日本銀行券が発行を開始すると。で、ここでね、統一されていくわけですよ、徐々にね。もう、銀打換紙幣でね。金じゃないですよ。金はね、やっぱね、不足したんですよね。だから銀打換紙幣でね。銀と交換できるっていうやつですね。それで、その後ですね、そうですね、なんか、いろいろあちこち、各地にね、出張所を開設するんですけど、まあ、何しろね、全国に130ぐらいの 国立銀行が、と称するものがありますからね。やっぱここもあちこちに支店も広げていかなきゃいけないんですよ。それで、ですね、台北にも出て、それで、ここですね、明治32年、ここになってやっとですね、国立銀行紙幣、それから政府紙幣ね、だ明治政府も太政官札とか言って発行したんですよね。それでもって、とにかく乱発ですよね。それでまあ通用を停止したと。で、紙幣の日本銀行券への一元化を完了するんですよ。ものすごい時間かかってですね、この間ね。いや。で、これはね、なんで一元化が必要だったかって、こう私の想像なんですけど、やっぱ日露戦争ね、を前にしてたんですよね。はい。これ1904年ね。日露戦争が勃発しますよね。で、この時に、ですね、高橋是清がね、まあ、あれですよ。お金借りに行くわけですよね。アメリカとか、イギリスにね。これでまあ苦労して苦労して、挙句の三八に、あれですね、ロシアがね、まあユダヤ人を迫害してたんで、要するにそのユダヤのね、まあ金融家が、要するにまあ貸してくれたんですよ。要するにこの、日露戦争のね、戦時国債みたいなやつですよね。で、これも結構長いね、債権だったみたいですよ。だからまあなんか返したのはね、本当に戦後になってからみたいですからね。この日露戦争の時の債権ね。借金ね。ということらしいんですよね。ということで、まあ、要するに日銀がね、まあ、ここからまあ、ずっとね、もう基本的には日銀の、あとこれ、金高に一時変わったり、またね、あれですね、非打換紙幣になったり、いろいろするんですけどね。まあ、金打換停止とかね、出てますでしょ。これ、まあ、金貨が流出するんですよね。まあ、そんなことで、一応今はね、打換紙幣ではありません。でもまあ、もちろん日本円でね、金を買うことはできますけどね。打換紙幣というか対応してるわけではないんですね。だからいくら発行しても、その分の金をね、日銀の金庫に積んどかなきゃいけないということはないんですよ。銀も必要ないんですよ。っていうような、まあ、ことでございます。それでですね、あとですね、政府委員ね、これちょっと谷川淳子さんじゃなくて、
これも日銀の政策決定会合ってやつね。これも、あれですね、この政策委員で行われてるんですね。審議員が1、2、3、4、5、6、7、8、9人ですね。まあ9人じゃないとね、奇数じゃないと。で、今この黒田さんがね、総裁なんですよね。もう4月にはね、変わるって言われてますよね。これね、福岡県の出身なんですよ。なんかね、メンタルがね、ちょっと似てるなと思って 福岡県だったんです、やっぱり。昭和19年なんで、ちょうど私より10歳上なんですよね。東大法学部だからもう超優秀ですよね。で、この人ね、僕ら賞ですからね。財務官僚なんですよ、言ってみたら今の。もう全然スケールが違いますよね、今の財務官僚とね。で、財務官をやって、あとでアジア開発銀行の総裁やってるんですよ。ここでね、やっぱグローバルな知識っていうかね、世界を見たんですよね。それで、安倍さんに請われて、この日銀総裁になって、アベノミクスが、まあ、スタートするんですよね。まあ、それ終わろうとしてるんですけど。で、この、今、有力視されてるのは、この雨宮さんっていう人ですね。そしてね、昭和30年ね。これは私とあんま変わらないです。東大経済学部ね。で、これも日銀プロパーですね。大体、なんか、財務省出身者と日銀プロパーが、大体交代交代でやるようなことに、なってるらしいんですけど、まあ、どうなるかわかんないと。なんせ岸田さんですからね。わ かんないっていう話になってますね。若田部さんっていうのはどっちですかね。若田部さんっていうのはこれ、学者さんですね。教授ですからね。まあ、この人はないでしょうね。まあ、こんなようなことでございます。それでですね、そういう人たちで運営されてるんですけど、まあ、そもそも論としてですよ、この日本銀行は株式会社ですか、株主総会がありますかと、すごくの疑問なんですけど、これはね、日本銀行というのは特別の日本銀行法で設立されてて、認可法人ということで株式会社ではないと。だから株主総会もないんですよ。ね。で、さっき言ったのはね、私が欲しいって言った出資証券をね、発行したんですよね。出資証券ね。これこれこれ。で、この日本銀行に対する出資の持ち分を表す有価証券だということだけなんですよね。まあ、配当はね、別にね、配当成功とかそんなないんですよ。ね。ただ額面のね、額面に対して5%ね、もらえるよっていうね、それぐらいですよね。はい。まあ、そんなことでございます。いろいろ出資者の権利とかあるんですけど、議決権ないんですよ。認められてないと。ね。すごいでしょ？もう特殊も特殊な、上場会社なんですよね。っていうことなんですよね。それからですね、一応中期経営計画ってあるんですけど、見たんですけどね、大したものはないです。ね。とにかく、ここの目的っていうのがあってですね、それに応じてですよ、まあ、やってんですよね。でですね、これですね。日本銀行の目的は何ですかと、ね、聞いてますよね。で、これはね、物価の安定を図ること、そして金融システムの安定に貢献することだということなんですよ。だから、今言ってる物価の安定っていうのは、まあ、ね、継続的な2%の物価上昇率。で、GDP を上げていくということですよね。これ GDP を上げる仕事っていうのは本当は、そのあれですよね、政府の仕事ですよね。経済活動を活発にしていくと。だからその物価を安定させるっていうのは、大体その、これは金融操作で行われますよね。なんで、要するに、まあ、今の物価水準では、まだまだね、そのスーパーインフレではないと。だから、まあ2%程度を目標にしたいって言ってるんですよね。で、金融システムの安定でも、これはね、もう、端的に言うとね、銀行がやらかしたしね、いろいろあるわけですよ。だからそこでね、信用秩序の維持ね。まあ、これはね、まあ、日本銀行の非常に重要な目的になるんですね。ここに最後の貸し手って書いてありますけどね。昔ですね、あれですね、山一証券ね。あれ、1997年に、あれでしょう。最終的に飛ばしでね、が 発覚してね、倒産しましたけどね。社員は悪くありませんから。悪いのは私らですから。とか言ってね、泣いてた社長さんいましたよね。かわいそうに。何も知らされてなかったらしいですからね。もう、ああやってね、始末にあげられる人いるんですよ。スケープゴートみたいなね。かわいそうですよね。ほいで、この最後の貸してて、その山一証券ですね、実はですね、1940年にもですね、こう、山一証券、潰れかけたことあるんですよ。で、その時にですね、日銀特有っつってですね、特別融資ですね。日銀が救ってるんですよ。金融システム。の安定化っていうことをね、要するにその、まあ、その主眼としてね、目的として、それでこの日銀特有っていうのをやってるんですよね。だからリーマンショックの時もですね、リーマンブラザーズね、まさかね、自分たちが潰される、ね、放置されるとは思ってなかったみたいですよ。どうもね、やっぱこう、FRB なり政府なりがね、要するにその、まあ、場合によったら、あれですよね、
国営化してね、国有化して、で、まあ、救ってくれるんじゃないかと思ってた節があるんですよね。まあ、だけどまあ、いざとなればね、ここは出てきて、ですよね。お金いくらでもすれますからね。ここはね、銀行券吸ってんですからね。じゃんじゃがね。なので、やっぱここはね、やっぱ必要なんですよね。ということが、まあ、目的だということですよね。それで、ですね、これちょっと面白いのがいくつかあるんですけど、これね、日本銀行は税金払ってますけど、払ってます。ね。法人税、住民税、事業税、後で見ますけどね。払ってます。それからですね、日銀の利益ね。利益出てんですよ、すごく。で、これどのように発生しますかっていう質問なんですけど。で、それって通貨発行益ね。っていうところから出てくるんですけど、これは何ですかという。これはね、日本銀行の利益の大部分は、銀行券。つまり、日本銀行にとっては無利子の負債ですよね。これ銀行券って、あれでしょ、借用書みたいなもんですよ。ね。だから、日本銀行にとっては負債なんですよね。だから、これをですね、発行して、もう何もかかりませんよ。いっぱいすりますからね。これで引き換えにですね、保有する有利子の資産。これも大体国債が主ですよね。で、その国債にはまあ、クーポンがついてますよね。だから最近はその ETF とか買ってますから、配当があったりとか、値上がり益があったりとかしますよね。まあ、これがね、要するに、まあ、通貨発行益なんですよね。こうした利益は通貨発行益と呼ばれますというふうなことでね、書いてるんですけど。で、その、通貨発行益っていうのはですね、なんかね、シニョリッチっていうんですよ。シニョリッチね。で、このシニョリッチっていうのは、何から来てるかっていうとですね、なんか、封建制度時代のですね、フランスですね。なんかフランスのその封建領主のことをですね、なんかシニョーレって言ったらしいんですよ、シニョーレ。で、シニョーレはまあいろいろ、恩典があってですね、ここに出てくるんですけど、これシニョールね。ごめんなさい、シニョーレじゃなくてね。シニョールね。それでこれですね、領主でしょ？ですから、なんかね、印紙税の収入とか、鉱山の採掘権とか、あと、貨幣の発行益。こういうものがですね、要するに、この特権としてね、利益を受けられたんですよ。中世の領主は額面より安価にコインを鋳造し、安価どころじゃないですよね、紙幣になるとね。で、その鋳造コストと額面との差額を財政収入として享受してたと。まあ、そっから来てんですよね。だから、それで通貨発行益のことをシニョリッチというふうになんか言うらしいです。英語でね。だから、セイニアリージとかね、リッジとか、シニョレッジとか、なんか国によってちょっと言い方違うみたいですけど、まあシニョリッジっていうのは、通貨が信任されてる限りはですよ、まあ、生じると、通貨発行益はね、っていうような、まあことなんですよね。要するに、ね、紙切れ。紙切れね。でね、要するに、利益のね、取れるものをね、得れるわけですから、それはもうね、借用、利息のつかない借用証書と一緒ですよね。利息のつかない借用証書がいっぱい発行できたらそれは嬉しくないですか？だからみんな日本銀行になりたいですよね。本当に。はい。それでですね、この通貨発行益ってなんか日銀ががめてなんかするとか、政府が、まあ政府はわかんないですけど、まあこれどうするかというとですね、国庫納付金になるんですよね。日本銀行が得た最終的な利益ですね。これはですね、国民の財産として国庫に納付されますと。これ日銀法、ね、公法第53条に規定されてるんです。で、これを国庫納付金というということですね。で、我が国の場合は、日本銀行は各事業年度終了後2ヶ月以内に国庫納付金を納めると。で、これはですね、一般会計に組み入れられるんですよ、歳入金として。で、最終的には一般会計の歳出を通じて、まあ、要するに、あれですよね、予算ですよね。予算執行を通じて国民に還元される仕組みになってると。だから、まあ、日銀がね、別にがめるわけじゃないんですよ。ね。まあ、政府がね、一部くす、こう、なんか官僚がね、なんか甘い汁をチューチュー吸ってる可能性は、まあ、ありますけどね。まあ、そんなようなね、まあ、ことでございますよね。それでですね、肝心からのですね、これね、日銀の、この、令和4年度のですね、この上半期出てるんですよね。財務省のね。こう、11月28日に、9月末のね、やつが発表されてるんです。それでざっくりとここね、読んでみますけど、令和4年度上半期、まあ、4、9月期ですよね。
で、これで総資産残高はですね、貸出金を中心に前年同期末と比べて38兆円減少して685兆になったと。また、総負債残高ね。これはですね、当座預金。これは銀行の当座預金ですよ。私たちはもう日銀に預金できませんから。ね。銀行。銀行はね、当座預金持ってるんですよ。口座をね。それを中心に前年同期末と比べて38兆円減少して680兆円になったということなんですよね。つまり、銀行がですね、日銀の当座預金に預けてるお金が減ったということなんですよね。で、こうした日本銀行の資産負債の変化を詳しく見ると、まず資産の部でいくと、長期国債がですね、まあ資産買い入れてますよね。長期国債ね。進める中で536兆ということで、前年のですね、同じ、9月期末ね、から32兆円、まあ増えてるということですね。32兆円増えてると。まあ32兆ぐらいなんですよ。ね。一方、貸出金が80兆と、前年同期を58兆下回ったと。貸し出してるお金ね。で、このうち新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレ、オペの残高。まあ、コロナで大変でしたよね。金融機関も怖くて金貸せないですよね。どうなるかわかんないんで。だからやっぱ貸してやらないと事業が存続できない会社がいっぱいゴロゴロしてたんで、それ貸しなさいっていう話になって、これも日銀特有みたいなもんですよ。銀行にですね、要するにこれを貸し出しなさいっていうことって、要するにこうお金をね、供給したんですよ。なんかこれ利息つけたんですかね。 ね。だから銀行としては嬉しいですよね。利息付きでお金借りれて、これでもって貸すんですからね。だからそんな高いね、金利は取れないと思いますけど。ほんでまあ、これがですね、もうやってたんで、すごい多かったんですよね。だからそれがですね、67兆円減って、もう10兆円になったということは、まあね、貸出金がまあ減った大きな理由だということですよね。で、次に負債の部を見ると、そうですね、当座預金ね。これがですね、まあ、当座預金っていうのは、まあ、あれですよ。まあ、大手のね、銀行。まあ、銀行全部ね、日銀に口座持ってますからね。で、この口座がですね、まあ、さっきのコロナオペね。で、通じた資金供給の減少で、493兆円。で、前年同期からですね、48兆円ね、まあ、減ったということなんですよ。まあまあ、そうですよね。まあ、減った方がいいですよね。ね。なんかね、ちょっとね、少し利息つけてまでね、色つけてまでね、使ってもらわなくても、もうだいたい落ち着きましたからね。まあだからこういうのがね、金融システムっていうか、あれですよね、安定させる、まあ日銀の重要なやっぱ仕事なんですよね。で、この間、日本銀行券の発行残高が120兆円。前年同期からですね、3兆円増えただけですよ。こんなね、めちゃくちゃジャブジャブ銀行、日銀のね、福沢諭吉が増えてるわけじゃないです。ね。で、損益の状況のところ、これ見てみますとね。経常利益はですよ。前年同期1兆7000億円。増益の、3兆円ですね。になりましたと。で、これはですね、為替の円安ですね。まあ、要するに為替差益がね、出たんですよ。拡大して。これから、金銭の信託っていうのは、ETF とか買ってますからね。あれですよね。上場投資信託。その運用益が増加したと。すごいでしょ？で、特別損益はですね、長短金利操作付き、量的質的金融緩和、これ YCC ですよね。の実施を伴って生じる収益の振幅を平準化する観点から、まあなんかね、危ないんで、損失引当金ね、債券の。これ積み立てを行ったんですよね。で、外国為替関係損益が、まあこれプラスになったんで、まあちょっとね、マイナスになった時は危ないんで、外国為替取引の損失も引き当てたんですよ。マイナス9600円。だから引き当ててるんですよ、両方ともね。債券の方も、為替の方もね。だからまあ、いいね、バランスシート地価の、そういう計算書だと思いますね。以上の結果ですよ。税引き前当期剰余金。当期純利益って言われるんですよね。剰余金って言うんですよね。で、これがですね、9500億減って2兆円になったと。で、法人税、住民税、事業税を差し引いた当期剰余金は、まあ、純利益ですね。前年同期比で5000億円増加して、1兆5000、まあ、1兆6000億円ですね。になったと言ってるんですよね。で、自己資本ですね。これ状況ですね。これはもう自己資本比率9.9%。前年度からですね、上昇してるんですよ。9.29%からね。大したもんでしょ？もう全然問題ないですよ。本当に。で、これ、バランスシートなんですけど、まあ、目立ったところで金地金持ってますよね。4400億ね。で、これは国債ですよね。
545兆円ね。536兆が長期の国債ですよね。それと、あと、主だったところはこれですよね。金銭の信託。ETF のことですよ。36兆円ね。9000億ね。まあ、他にもあるんですけどね。あ、リートとかもね、あるんですけどね。それと、貸出金ね。これがまあ、80兆円ありますね。から、と、外国為替がまあ9兆円ですかね。まあ、大したことないですね。まあ、そんなところです。それが資産ですね。それでですね、負債のところはですね、まずやっぱ銀行券ですね。諭吉ですね。諭吉さん、これ120兆ね。3兆3000億円増えたと。で、預金はこれはもうね、銀行の、民間銀行のね、当座預金ですよね。これは減ってるんですよね、当座預金がね。ということなんですよ。で、政府預金ね、もあるんですね。あとはまあ、ここにね、面白いですよね、ここになんか、引き当て金入れるんですよね。ここね、債券と、それから為替もね。引き当て金、損失引き当てですね。これはやっといた方がいいですからね。引き当て金入れてます。で、それでこれ680兆なんですけど、あとの差額の5兆円が純資産になるんですよね。資本金は1億円です。法定純利益3兆4439億円です。はい。でも、当期上益ね、これ繰越上益なんですよ、これ。これはもうすごいですよね。これすごいですよ。これ貯めていかないんですかね。全部やっぱ国庫に返すんですかね。すごい増えてますよね、全金。5000億円以上。儲かってますよ、だから。ね。で、国庫納付金で行くんですよ、一般会計に。そういうことなんですよね。それでですね、あとちょっとね、面白いのがですね、資産の残高の推移なんですけど、実はですね、今期ってこれ減ってんですよ。これが前年比なんですけどね。前年比がね、もう縮小していってんですよね。だから、これ言ってることも、あれですね、量的緩和はね、縮小方向に来てますね。だから市中に回っているお金の量をね、こう減らしていこうという感じですよね。まあそんな感じがします。それからですね、あと面白いのがですね、為替関係損益ですね。これはまあさっき見たように、ですね、1兆5千億円ですね。だから前上半期が、なんすか、280億円ぐらいだったんで、なんか、1兆4782億円のプラスになってますね。すごい儲かってますよね、為替最近。それから、この金銭の信託のところで重要なのはこっちじゃなくてこっちなんですけど、ETF のとこね。これもね、前上半期が7718億でしょ。これに対して上半期ね、1兆円越してんですよね。儲かってるんですよ、2435億円。もうね、すごいですよね。主として分配金ですね。ね。ってことなんですよね。まあ、そんなことでございます。なんか、配当とかもあるんですよね。こっちの方見るとね。ここはこっちの、これはあれですね。株式そのものですね。からの配当金もね、こう、なんか、売却もしてるんですね。増えてますよね。売却益。139億前年同期でプラスになってますね。まあ、散れてますけどね。あとですね、ちょっと見とかなきゃいけないのはですね、これ運用資産の利回りの推移なんですね。これ大事でしょ？これでね、この令和4年度の上半期ってどうだったかというと、運用利回りがですね、0.19 なんですよ。で、これって前期がですね、0.166 でしたから、0.024 増えてるんですよ、利回り。だけどもね、100兆200兆の世界ですからね、もうこの利回りさは大きいっすよね。あ、もうえらい儲かるんですよ。こう円価の資産はまあ、こう、これも増えてますけど、なんかね、ちょっと目立つのが外貨資産ですよね、これ。ドルだと思うんですけど。ね。もうこれね、0.433 だった利回りが、1.4 まで増えてるんですよ。0.967 増えてますね。ではね、運用利回りいいですよね。多分、米国債とかで持ってるんだと思うんですけど、まあ、主としてね、もうね、儲かってますね。ということなんですよね。うん。まあ、そういうことで調子いいんですよ。早く言えば。全然ね、問題ないんですよね。で、この結果ね、まあ、ETF、もう買うのやめてるんですよ、ETF ね。なんですけど、ほぼほぼやめてるんですけど、またなんかね、急変動があったりしたら、金融システムの安定化ということで、やっぱ登場する、せざるを得ないんですよね。はい。これですね、東洋経済のですね、記事なんですけど、有名企業がずらり、日銀が大株主、銘柄トップ200ということで、
なんか10%以上保有してる会社が68社になるらしいんですよね。やっぱ ETF ね、まあもうちょっと買うのやめたとは言ってもね、やっぱこれまで買ってきてますからね、すごいことになってるんですよ。で、これね、推計時価48兆円って書いてますけど、確かにですね、これを見ますとですね、令和4年の9月末はですね、48兆円ですね。評価損益は11兆あります。えらい儲かってます。これ3月だとね、14兆ぐらいあったんですよね。だけどもね、これドアと売るとね、もう大変なことになりますからね。それ売れないですけどね。まあ、東証なんてね、700兆ぐらいしかないですからね。そういうことで、ですね、東洋経済はですね、GPIF、年金の積立管理運用独立行政法人ですよね。この46兆円を抜いてると。国内最大の日本株主だと言ってるんですよね。いいじゃないですか、別にね。と思うんですよね。だってね、どっちみちあるでしょ、配当が入ってきたり、分配金が入ってきたりしたら、それはあれですよね、国庫に行くんですからね、最終的にはね。いいと思いますよ。それでですね、これは日清基礎研究所が出したんですよね。らしいんですね。間接保有割合になりますよね。直接ではないですから。ただ出てこないですよ、どこにも日銀なんて。だけど、なんとかファンドの陰に日銀がいるんですよ。それでですね、ETF ですね。それでですね、アドバンテストがトップですね。なんか日銀間接保有割合25.3%。株価も上がってますよね。ね。いや、すごいですよね。ファーストリテイリングなんか、すごいですよ、これ。1兆7000億円も持ってんですよ。日銀がね。これで、割合は19.9%。なんかこれ、柳井さんが、もう少ししたら越すらしいんですよ。柳井さんは20%強持ってるんですよね。なんかね。もう日銀がね、筆頭株主っていうのはもういいじゃないですかね。名誉なことですよね。あと、太陽誘電ね。これも高いですね。それから、東京エレクトロンね。これ1兆2000億円ね。3000億円ぐらい持ってますね。17.9%ね。すごいです。あと、大きいところは、そうですね。小さいところが多いっすよね。なんかこう。で、比率上がっちゃうんですよね。やっぱね。ETF 買いが入るとね。クレディセソとかね、もう何も考えずに持ってるって感じですよね。もう関係ないですよ。市場平均を買ってるのに等しいですよね。だ株価が下がったところで、だいたい ETF って出動してますから、考えたらね、割安投資になってますよね。変な話ですけどね。だ全部下がったところで買ってるから、それはまあね、上がればね、プラスですよね。まあ、こんな感じで。私の持ってる株だと、あれですね、なんか、あまりないんですよ。なんかね。そうですね。ないな。ソフトバンク1兆1000億円持ってますね。グループね。でもこれも上がってるんですよね。だから下がった時に買うことになってんですよね。だからこれ参考になるかもしれないですね。日銀の ETF ね、出動ね。相当下がった時に買いに行ってますからね。割安投資家ですよね。まあ、高島屋ね、これ出てきますよね。これね、いましたね、私の持ち株。日本取引所グループもね、買ってもらってんですか。あ、三越伊勢丹もいる。あ、結構いましたね。そんなことですね。はい。まあ、そんなことでですね、まあ、日銀ね、ETF の投資っていうのは、もう、やっぱこう、マーケットがこう、非常にこうね、ボラティリティが上がって、あと下げたところで ETF 出動してるんで、結果としてはですね、なんか割安投資になってるという。不可思議なことが起こって、しかも儲かってると。ということなんですよね。なかなか日銀ね、いろいろ言われてますけどね。私、なんか、立派じゃないかなというふうに思うんですよね。ということでね。今日ちょっと日銀ね、どういうね、ことなのか、ちょっとね、勉強してみたくて、こういろいろね、ちょっと過去を、歴史から、明治からね、ちょっとね、現在のね、の状況までね、見てみました。いかがだったでございましょうか。私はすごい面白かったです。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記。本日はここまででございます。もしこのチャンネルがですね、いいなと思われた新しい視聴者様ね、いらっしゃいましたらですね、ぜひね、チャンネル登録ね、お願いしたいなというふうに、切に願います。それからですね、あれですね、高評価ボタンですね。あれなんかすごい重要みたいですから、一回だけポチッとお願いしたいなと。これはもう、どなた様にもお願いしたいなというふうにね、思っておりますんで、ぜひお願いします。ワンクリックですからね。
あと、あれですね、コメントですね。まあ、銘柄に関わらず、いろんなコメントいただいて、すごくね、まあね、リタイアライフがね、楽しく過ごしておりますんで、銘柄リクエストもね、またどんどんね、お送りいただければな、というふうに、思っておりますんで、どうぞね、よろしくお願いしたいと思います。本日は日銀についてね、お送りしました。いかがだったでしょうか。長時間のご視聴、誠にありがとうございました。ではでは。